久保さん。余るって大事ですね。確かに。何も、な、何すかね。ガソ、ガス欠っすよね。ガス欠が一番しんどいっすよね。だって動かないんだから。車持ってるけど、車動きませんみたいな。体持ってるけど体動きませんみたいな。うん。それが一番結構しんどいでしょうね。 まあどっかに行きたいんだけど時間がない金がないとかね車でどっか行きたいんだけどガソリンがないみたいな、うん、もしくは車ないとかねうんだからやっぱ人生って何なのかっていうとまあ究極系言うと何すか時間だと思いますしでもその時間をお金が1円もなかったらその時間を使えないんですよね 何もしなくてもお金出てくるじゃないですかまあ普通に暮らしてるんだったら家賃も払わないといけないし携帯代も払わないといけないし水道代も払わないといけないし普通にもう家から一歩も出なくてもその家代かかるしねうんでまあどこも一歩も出てなくても払えるしだからやっぱ時間を使うためにはお金が必要ってことですねいってらっしゃい